どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、私ねちょっと鼻風邪ひいちゃいましてですね、ちょっと風邪っぽいんですけどね、楽しんでいこうと思います。今回の曲はピクニックという曲です。タイトルだけ聞いたらえって感じかもわかんないですけど、この曲です。丘を越え行こうよ、あの楽しいやつです。もうサンドイッチとかこうカゴに入れて持ってきたくなるあの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやろうと思います。最初のバージョンはコード3つ、超絶簡単バージョン、初心者さんでもすぐできるよ。コード C と F と G7、 シンプル簡単バージョンやって、後半はかっこいいバージョン8ビートを使ったちょっとこう軽やかな感じで、ここではねもう1個コード足されてコード4つになりますけど、それでも入門コードです。2バージョン最後までご覧になってください。さあもう音楽始めましょう。聴くのもいいけど、カラオケで歌うのもいいけど、やっぱ演奏して一緒に歌う。やっぱりね、これがね、ぜひ始めてもらいたいです。はい。この今ご覧になっているガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどんできるようになりますよ。もうちょっとしたらここにリンクがあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところの、数字の1番からウクレレ触りながら見るだけで、どんどんできるようになります。はい。ぜひ始めてください。ウクレレ簡単です。奥は深いけどね。ぜひ始めてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってるじゃん。クリック。いってらっしゃい。そこには私がすでに撮りためた700曲の動画がもう上がってるんですけど、全部超簡単ウクレレレッスン動画ですから、お見逃しなく。YouTube で見られますからね。いつでもどこでもスマホでも無料でございます。始めましょう。は、早速行きましょう。ピクニック。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。シンプル簡単バージョンやってみました。ピクニック、テロップと一緒にやってみてもらった後は自分でコード書いて自分の歌で歌ってください。これ今1番ですからね、全部やりたい方はコード進行してですね、2番とか書いてってください。これ私のノートを見ていただきましょう。はい、イントロこんな感じでつけましたと。シンプルですよ。ただ同じ3つを行ったり来たりしてるんでね、ちょっとね逆にややこしいっていうのもあると思うんですけど、どうぞ一時停止で。で、ここを後半かっこいいバージョンで、ちょっとここ、D マイナー、一回だけ入る。ここだけ、上は今やったやつ。下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンです。はい。まあまあ、これでもうほんとピクニック行きまくりたいっすね。公園とかなんかね、海とかね、サンドイッチとかね、そういうの持ちながら、はい。で、出てくるコードさっきも言ったんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはコード3つ。超入門コード C と F と G7 やった。さあ、この3つですよ。で、かっこいいバージョンでは、ほんと、1回だけ、ほんと、一瞬ね、さっき、ここでね、Dmというコードが出てきますと。これはもう超入門コードで、さっき紹介したここのリンクでやってくださいということで、最初に覚えるコードなんですけど、まあ、Dmもありますね。まず、これをね、ちょっと皆さん、シェアしておきます。ガズレレ必須コード。これ、なんじゃらほい。コードを覚えなきゃいけないんですけれども、もう、実際ね、もう星の数ほどあるんですよ。全部覚えるのはとても無理だと。じゃあウクレレにとってものすごく便利で、ものすごく仲良しのコード、8個のコードをまず最初覚えましょうということでやってます。それが、その8個がガズレレ必須コードでございまして。はい、もちろんこの超簡単1本指コードもいっぱい入ってますから、今日はその中の4つね、かっこいいバージョン入れて、なんで、それをいずれちょっとゆっくりでもいいんで覚えていってください。以前私がめっちゃわかりやすく解説している動画ここに貼っておきます。はい。あ、まあ焦って8個覚えなくてもいいですけど。一回見てみてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、ここからかっこいいバージョンやってみます。かっこいいバージョン。8ビートのチャというリズムでやってみますよ。これはね、こんな感じ。かおこえこ。チャ、このチャって音が入る。はい。この弾き方ね、まあなかなか面白いんですよ。ここちょっとリンク貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというところで、そこから8ビートのチャというリズムを探して動画で練習してほしいんですけど、まず、
何もやったことない人はただの8ビートから始めてください。それができないとこれできませんから。はい。そしてさっきのこの D マイナーが1回入ってくるところ、ここはね、ワンブロックを4回弾くから1個ずつ F、C、F、D マイナー、ここちょっと忙しいですけど、ここちょっと注目ですね。あともう一個なんか細かいところですけど、ここ最後の一番最後のところ、ジャンジャカジャンジャンジャンってこうやってやってみようかなと思います。ジャンジャカジャンジャンジャン、これ口で言うのが一番いいんですよ。こんな感じですね。はい。じゃあそんなこと踏まえながらこの曲はね、もう本当に大きい声でもうノリノリが一番合うと思いますけどね。ひとまずじゃあかっこいいバージョン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ピクニック、かっこいいバージョンやってみました。こんなね、のんきなもシンプルな曲でもう難しいことはもうやらなくていい。もうとにかく思いっきりドーンと青空の下でピクニックしようみたいな感じが素晴らしいと思いました。はい。皆さんもどんどんこんなやつやってみてください。表に出ましょう、表にね。はい。そんな感じで、楽しんで音楽やってください。楽しいなと思った方はどんどん周りの方にお伝えしてくださいね。はい。チャンネル登録などもよろしくお願いします。ガズレレではですね、いろんなことやってるんですよ。ちょっとこの後。ご案内動画を、ひっつけておきますって。お時間ある方ご覧になってください。今日は見てくれてどうもありがとうございました。ではご案内どうぞ。はい。ガズレレホームページをまずご覧になっていただくと、ガズレレ .com いろんなことがわかります。ここにリンク貼っておきますのでご覧になってください。次は、奈良だと思ってたらですね、もう奈良、ガズレレイン奈良、ありがとうございます。満員御礼ソールドアウトになっていただきまして、もう関西の方本当にありがとうございます。来れなかった方また次回要チェックしておいてください。続きましてね、8月とかこう行きますよ。山梨のいいよ。その次、山形とか、これ東北の方も結構攻めてきますんで、詳細はもうちょっとしたら、ホームページ随時公開しますけど、ちょっと見といてください。よろしくお願いします。あと、本もいろいろ出してるんですけど、これが一番新しい本です。リットミュージックから出てる100曲入りの超簡単版ガズレレソングブック。今大ヒット中です。ぜひゲットしてください。あと、ブログなんかも書いてますんで、読んでください。はぁ、盛りだくさんでございます。楽しんで音楽やろう。今日は見てくれてありがとうございました。さよなら、バイバイ、またね。じゃあ。